昨日手術後初めて声を出すことができました。堀ちえみ、52は当初ブログで喜びをあらわにしていた。2月22日の手術で下の6割と首のリンパに転移した腫瘍を切除。失った下の左側の部分には太ももの組織を移植した。術後の経過は良好で、3月5日からはリハビリも開始した。だがそれは本人が思っている以上に過酷なものだった。翌6日のブログでは塩化チェックがあったことを報告。とろみのついた水、続いてゼリーを喉に持っていくというものだった。彼女はこう綴っている。味わうどころか食べることすらできなくなっている状況にショックを受けました。それと同時に今回のリハビリの長さが想像できてしまい愕然としました。そんな堀に頭頸部がん患者友の会公共患者会代表理事の佐野俊夫さんはエールを送る。私は2回手術をして下の4分の3以上を取っています。味覚はほとんどありません。ただ甘いしょっぱいはわかります。でもそれも下のどの部分を切ったか、どこが残っているかによって変わってくるものです。頭頸部がんの手術後は様々な後遺症が残ることがあります。声を出すことが難しくなるのもその一つ。コンプレックスに感じる人は多いと思います。私も当初は様々な不自由があったため、人に会うことが億劫になっていた時期がありました。しかしそれでも喋っておいた方がいいんですよ。それ自体がリハビリになりますから。今ではこれだけ喋ることができるんですよ。確かに記者が電話取材した際も問題なく会話が成立していた。佐野さんもリハビリの初期段階で懸命に話し続けた結果、これほどの回復を見せたのだろう。堀さんが前向きに頑張ろうとしているのはとてもいいことだと思います。辛いリハビリも続けていれば必ず結果になって帰ってくるはずです。そう佐野さんが言うように、堀も前を向いている。ブログでも続けて決意を綴っていた。こうなったら徹底的に鍛え上げてリハビリを乗り越えていくしかない。中略強から始まるリハビリを一歩ずつ一歩ずつ。焦るけど焦らず